いないですね、というか全然。行きましょうか。あ、泡もあるんで取りに行きましょうか。みんな、ここへ行きましょう。今のよりいい泡があるんで。よいしょ。これっすね。進化シールドを発見。レベル2ね。いや、怪獣でも倒せたら嬉しいですね。いいですね。ありがとうございます。でも敵がやっぱり難しい。そうですね、やっぱね、人間なんで動きますもんね。動くんで、コンピューターみたいに一定の動きじゃないんで難しいです。コンピューターの敵の方がまだ倒すの簡単なんです。やっぱ倒しやすいですよね、やっぱり。上に上がってくると、なんか弾よける動きしてくるんですよ、いろいろ。なんか例えば、なんかこういう横の動き、当てにくいじゃないですか。当てにくい、もう定められない。なんかスライディングとか、なんかストリーフとか、まあこれは難しいんで今紹介するんですけど。ラウンド2、リングのカウントダウンが始動。確か天登ってます。あ、どこ出てきた。どうしないです。もう上行きましょうか。こっちよ。なんかこの家らへんから丸ボタン押してもらってもいいですか。家からまだですね、はい、もうちょい前ですね、ごめんなさい。この辺からこっちにいいものがある。いいですか。いいですよ。立てきますね。43メートル先ですか。はい、こうですね。こっちにいいものがある。敵を発見。ここに敵いるんで、ぐるっと左からこっち。あ、ここにいますね。なんかこの辺、この岩からスキャンもらえますか。前ここ行きましょう。こっち側、はい、大丈夫、来れます。スキャンもらえます。ここへ行くべき。あ、そうか、ありがとうございます。敵いるんで役に立ってる気がする。射撃開始。ダメ。元リングを切った。リングまであと少し。ウート。敵がダウン。疲労の重要。敵ここ。こっちよ。撃たれている。ダウンしてしまった。敵を仕留め。では、くださいね。R1。上へ。残り30秒。攻撃を受けた。シールドをリチャージしないと。あ、死んじゃった。もうどうしていいか分からへんくなる。見てくださいね。すいません。シールドをリチャージ中。フラグを投げる。残り10秒。フラグを投げる。ヘルミットグレネード。すごい、27。やり合ってる。よしよしよし、これ加納さんを起こせないっすね。じゃあ次起こします。あと3部隊ですね。お、すごい。でもさっきのは加納さんのスキャンのおかげで敵倒せましたね。スキャンだけで役立てるんやったらこのキャラいいですね。ありがたいです。このキャラはね、結構いいキャラっすね、本当に。味方にいるといいですね。はい、本当に役に立ちますね。加納さん起こします、とりあえず。どうするか。アンチフィールドに入って申し訳ない。大丈夫、大丈夫です。頑張りましょう。これで加納さん起こして、あとワンパスね。どこにいますかね、あれかな。あー、画面が開けた。おはようございます。おはようございます。飛行機に乗ってる。味方が起きたかなと。おはようございます。おはようございます。挨拶なんですね。見つかった。攻撃を受けた。きっつい。やばい。もうすぐだ。どうすんの。リングに近い。敵ね、上でも待たれてるんですよ、これ実は。あ、そうなんですか。はい、これ、S 側にいるんです。登られ。どうしよう、リングが動く。射撃開始。リロード重要。敵ここと。みんな、ここへ行きましょう。ここにいるんですね。いますね。あ、出しちゃった。ナイス。なになに、注射器を使用。ポータル展開。まかないですか。
な。あ、リングに戻りたい。敵をもう一人だ。ダウンしたが。ああ。敵を倒した。ああ、また死にました。すいません。あれ出せるまでもなかった。あ、どこ行った？おお、危ねえ。勝ちましたね。勝ちましたね。すごい、さすがです。いやでもカノリンの好きなメカゲームあったんで、でも今日ギリギリまで、そんなことないな、回収してくれて。いやでも結構ギリギリまで残ってたんじゃないかなと思います。いやー、犬は倒せたのでね。はい、まあこれも一歩大きな成長かなと思います。いやー、さすがですね。いい。長広さん、ここまでありがとうございました。3ヶ月にわたって Apex Legends の魅力についてお届けしてまいりましたが、本当に最初は難しすぎて手も足も出なかった私の、このゲーム音痴の私がちょっとでも進歩した状態が皆さんの目にもお届けできたのではないかと私はちょっとは思ってます。2回目はね、今回あの中広さんについていくことができたので、それだけでも嬉しかったし、一応スキルでね、あのちょっとでも力になったかなっていうのが嬉しく思っております。ありがとうございました。本当に勉強になりました。ありがとうございました。最後に、これからプロゲーマーを目指す方に何かアドバイスなどはありますか？そうですね、やっぱりプロゲーマーになるには、うん、自分の好きなゲームをずっとやり続けることが大切なので、うんうん、まあ、やっぱプロになるのはちょっと大変なんですけど、うん、まあ、頑張って皆さん頑張ってほしいと思います。うんうん、やっぱり一つのことを何でも頑張るというのが大事なんですね。はい、Apex の魅力としては、うん、やっぱりみんなでカジュアルに遊べるっていうのが一番の魅力かなと思います。うんうんうん、いやそうですよね。実際に私みたいな下手くそな人でも、こうやって上手い人と一緒にやったら生き残ったりとか、うん、見て勉強になったりとか、チームプレイっていうことでまたスキルの発動とかもね、差が出てくると思うので、そういった点も面白いことだなと思いました。ありがとうございます。はい、ということで、皆さんもぜひ Apex Legends 挑戦してみてください。次回のイースポマニアもお楽しみに。あっちどっちそっち ABS